ストックトンダーリントン鉄道、ストックトンダーリントン鉄道、ストックトンダーリントン鉄道、AS&DR、ストックトンダーリントンレイルウェイは、1825年に開業した世界で最初の蒸気機関車を県に使用した公共用鉄道である。この年には、イングランド銀行の株式市場で混乱が起きている。欧州全体が不況となる中で開通した。 この鉄道は海外の投資から還流した資金を吸収してイノベーションを促した。路線の長さは26マイル4 0トルでイギリスの北東イングランドのダーリントンとストックトン・オンティーズの間に建設され、さらにダーリントンからシルドン近郊の炭鉱へと伸びてい。路線は当初内陸の炭鉱と石炭を船に積み込むストックトンを結ぶために建設された。 現在はその路線の大半に相当する区間では、ノーザンレールが営業するティーズバレー線が運されている。裕福な羊毛商人であったエドワード・ピースの提案で、ストックトンダーリントン鉄道は1821年に議会で承認されたが、当初は当時のイギリスで一般的に用いられていた馬車鉄道を想定されていた。しかし、ジョージ・スティーブンソンは、 キリングワースにおいて機関車を7年かけて完成させヘッドン炭鉱鉄道を建設した。キリングワースを代表して会社承認の法案が国王の最下を得たその日にスチーブンソンはピースに対して経路の再調査と少なくともその一部を蒸気運転にするように説得した。これに応じてスチーブンソンによる経路の変更の進歩が議会の承認を受け さらにその条項として、機関車の使用が承認された。機関車使用の条項は、関係者がその意味を理解することができなかったため、廃案になりそうなところを、かろうじて承認された。また、法案では、旅客輸送の承認条項も含まれていたが、その当時では、旅客輸送は単なる副業に過ぎないと思われていた。スチーブンソンは、ヘッドオンでは、失敗に終わって、 蒸気機関車を諦めたが、他の様々な改良を続けて、例えばピストンからクランクロットを通じて、車輪を駆動するというようなことを考えた。ただし車輪同士は、歯車で連結されていた。彼はまた線路に対しても改良を加え、レールが敷かれる石の設置の問題を克服し、ベドリントン鉄工所のジョンバーキン賞が1820年に開けした。 鉄製の15フィート長レートレルを採用した当初は、ジョージの息子のロバート・スチーブンソンが彼の仕事を手伝っていたが、後に、ウィリアム・ジェームスが、当時提案されていた、リバプールマンチェスター鉄道の測量をするに、参加するために、そちらへ向かった。ジョージとロバートは、エドワード・ピースとジョン・バーキン賞と共に、入荷するアポンタインに、 機関車を製造するための会社を設立し、その会社は後に、ロバート・スチーブンソン・カンパニーへと成長した。路線は合計26マイルあり、西側の終点付近に2つのケーブル牽引式インクラインを備え、さらに馬が牽引する区間が続いていた。シルドンからダーリントンを通ってストックトンまでは、路線はほぼ平らで、路線の構造物には、 初期の鉄道橋が含まれていた。最初の鉄道設計技師と呼ばれているイグナティウス・ボーノミの設計で、ダーリントンに建設されたスカーネ橋、スカーンブリッジは、今日でも使用されている最古の鉄道橋である。この橋はかつて、イングランド銀行のごとんど紙幣柄にも使われていた。ストックトンダーリントン鉄道では、かつて鉱山の輸送に使われていた馬車鉄道用の貨車に合わせて、 機関を設定する必要があったために、それ以降4フィート8.5インチ、1435ミリメートルが標準機として用いられていく、主な理由となった。蒸気機関車は、その当時まだ証明されていない、新技術で、速度は遅く効果で信頼性に欠けていた。蒸気力の使用が広まるきっかけは、ナポレオン戦争の最中に、馬の飼料が高騰したことにあり、 その価格が沈静化する前に交通手段と鉱山技術の進歩によって石炭がより豊富に使用できるようになったことにあった。しかし、多くの人はまだ蒸気機関が馬にとって変わって生き残っていけるは確信していなかった。そのため、ストックトンダーリントン鉄道でも蒸気機関車が導入に値すると証明されるまでは馬による牽引がほとんどであった。 ストックトンダーリントン鉄道で初めて走った機関車はロバートが不在の間にティモシー・ハックワースをワイラムから招いてスチーブンソン工場で製作したロコモーション1号であったロバートが戻ってきた後にはハックワースはシルドン工場でメンテナンスを担当したロコモーション号では車輪同士を連結するために歯車を用いる代わりに初めて連合 カップリングロッドを採用した。路線の公式開業日は1825年9月27日で、最初の蒸気機関車県員の旅客列車が、最大600人の乗客を乗せて走った。最初の旅客列車はそれほど速くはなく、最初の12マイル、19キロメートルを走るのに2時間をかけた。大半の乗客は、屋根のない石炭車に乗っていたが、一両の 実験的な客車もつないでおり、車輪の上に木製の多いを取り付けたようなジ・エクスリメント、ザ・エクスペリメントと呼ばれる車両が交換たちを乗せていた。実験的な定期旅客運行が間もなく始められ、当初は漁車が連れてきた馬が車両を牽引していた。蒸気機関車は旅客輸送は契約外で、石炭輸送列車に限定されていた。輸送に使用する石炭は、 荷主が提供する、つまり貨物の一部を使用するか、あるいは定率の費用で支払われており、燃費を改善しようとするインセンティブに欠けていた。1826年にロコモーション号に似た産量の機関車がさらに製作され、スチーブンソンはエクスペリメント号、エクスペリメントでバネの上に取り付けることができるように傾けたシリンダーを導入し、 当初は二軸であったが後に三軸に改造された。スチーブンソンだけが機関車を製作していたわけではなく、同じく1826年には、ニューカッスルのウィルソン・ドバート・カンパニー、ウィソン、ロバート・カンパニーが、連結棒を使わずに四つのシリンダーを備え、それぞれ二つのシリンダーが一軸に対応した機関車を製作した。その独特のエキゾーストーンからか、 チッタプラット、チタプラットと呼ばれるようになった。衝突事故にあって、この機関車は修理されずに終わった。これらの初期の機関車は、速度が遅く信頼性が低く、ハックワースは改良した設計を行って1827年に、ウィルソンの機関車から持ってきたボイラーを使って、ロイヤルジョージ、ロイルジョージを製作した。ハックワースは、従来の安全弁では、 機関車が揺れた時に蒸気が漏れ出してしまうので、機関士がよく縛って動かないようにしてしまっていたことから、バネを使った安全弁も開発した。蒸気動力は、馬の牽引する交通に比べて効果であったが、間もなくそれは、実は、経済的であるということが証明された。蒸気機関車は、多くの貨車を引いて、高速で走れるので、一日の運行で運べる石炭の 量を比較すると、馬の日ではなく多かったからである。蒸気機関車の牽引する高速列車と馬の牽引する低速列車を同じ線路の上で共存させておくことは運行の効率全体を上げてしまうことも明らかとなり、また、蒸気機関車の技術の信頼度が向上してきたため、馬の牽引する列車は次第に廃止されていった。当初は、ストックトンダーリントン鉄道は、 大半の近代的な鉄道とはほとんどにつかない、従来の馬車鉄道のような方法で運営されていた。ストックトンダーリントン鉄道は線路を所有しているだけで列車を運行せず、鉄道に対して使用料を払えば、誰でも蒸気機関車や馬の牽引する列車をその路線の上で運行することができ。この線路所有と列車運行の分離は運河の形態に似ていて、 運河ではしばしば運河所有会社は、独自に船を運航することが禁じられていた。ストックトンダーリントン鉄道には、時刻表も、いかなる形態の中央での管理組織もなかった。列車は、好きな時に運行され、しばしば線路の途中でライバル会社の運行する、対向列車と出会えて、通行の優先権をめぐって、争いが勃発していた。この混乱したように見えるやり方も、 馬が牽引する列車に対しては十分適用可能であったが高速な蒸気機関車が列車を牽引するようになると正面衝突が致命的な結果をもたらすため実行不可能になった蒸気機関車の登場とともに新しい運行方式の開発が必要となった1833年に鉄道はミドルスブラまで延長されたこれにより ミドルスブラ付近でのティーズ川はもっと深かったので海までの石炭輸送が高速化された。より上流のストックトン・ウォン・ティーズ周辺では川が浅くて船舶運航を妨げていたのである。1834年には競合鉄道路線のクラレンス鉄道、クラーレンスレイルウェイがやはり石炭の出荷を目的に建てされ、ストックトンダーリントン鉄道のシルドンから分岐して、 ミドルスブラと川の対岸にあるハーバートンヒルやポートクラレンスまで伸びていた。1833年までにストックトンダーリントン鉄道は完全に蒸気機関車運行に切り替えられ次第に近代的な鉄道となっていった。ストックトンダーリントン鉄道自身が路線上で全ての列車を運行するようになり複線化されて 双方向の列車を同時に運行できるようになり、時刻表が定められて、衝突を防ぐために原始的な信号機が導入された。これらのやり方は、世界中の鉄道で標準的なものとなっていった。ストックトンダーリントン鉄道は、財務的にも大きな成功を収め、近代的な鉄道の礎を築いた。 ストックトンダーリントン鉄道の建設と機関車の製造でスチーブンソンとジョセフ・ロックが得た経験は数年後初めての蒸気機関車専用鉄道として計画されたリバプールアドマンチェスター鉄道の建設とその革新的な機関車ロケット号へと反映されたまた他の技術者にとっても技術上の経験を積む良い舞台となり1833年に ティモシー・ハックワースの見習いになったダニエル・アダムソンは後にマンチェスターで成功したボイラー製造メーカーを開設した。ストックトンダーリントン鉄道は1863年にノースイースタン鉄道に吸収され、さらに1923年にはロンドンノースイースタン鉄道へと合併した。当初のストックトンダーリントン鉄道の路線は すべてではないが大半が現在でも運行されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。